私は本日ウルトラマンゼロザクロニクル最終回にてウルトラゼロファイト第2部輝きのゼロ後編が放送されました。ということで今回は先週に引き続きウルトラゼロファイト第2部関連のアイテムを紹介していきたいと思います。ということで一番初めにご紹介する商品は暴君怪獣タイラントでございます。テンプラー星人極悪のヴィラニアスとタッグを組んだあのタイラントでございます。でこちらのソフビはですね、ウルトラギャラクシー大怪獣バトルネバーエンディングオデッセイに登場したタイラントのリデコアイテムとなります。全体的に色はねダークな色合いとなっておりまして、目も赤色に塗装が変更されております。造形がね、めちゃめちゃね、良くなってるんですよ。この造形のタイラントは。まあもちろん、ウルトラ怪獣デラックスのタイラントと比べますと、見劣りはするんですけれども、大きさとかね、ボリュームとかで。こちらの造形のタイラントもね、すごくかっこいいんですよ。このね、シルバー塗装が、ダークな色合いで、かっこいいですね。アイデルクシとか、こんな感じです。すごいですね。ハンザギラン。そしてキングクラブの尻尾。はい、バダバの腕、イカドス星人の耳。このイカドス星人のお耳がかなりね、シワが入っていて、テレビのタイラントに近い感じですね。で、お顔がこんな感じでございます。顔の造形がすごいいいですね。お腹のメタリック塗装もこれがすごいかっこいいです。ベムスターの肌がね。ということで、タイラントでした。はい。続きましてが、今回、ウルトラゼロファイト、すべての元凶、すべてのラスボスである、この方でございます。ということで、カイザーダークネスでございます。こちらのカイザーダークネスはですね、ベリアル銀河帝国でアークベリアルに変身したウルトラマンベリアルが、ウルティメイトゼロにカラータイムを打ち抜かれて完全に一度は死んだんですけれども、アーマードダークネスと鎧と融合したことによって復活した姿でございます。しかもですね、ウルトラ大戦争の時にエンペラ星人のそのね、闇の力に魅了されたビリアルが、エンペラ星人が作り上げたアーマードダークネスと、エンペラ星人に魅了されたビリアルがね、融合するって、ちょっとこう、奇跡のタッグみたいな風に言えますね。まあ、ちょっとね、武器とかついてるとね、もっと遊べる幅が広がったんですけれども、はい、こんな感じでね、ごつい。とにかくごついですね。やっぱアーマードダークネスの鎧を着てるだけあってごついです。はい、こんな感じで。目の塗装がグラデーション塗装になっていて、すごく凝ってますよね。はい、このベリアル陛下のこの笑顔。顔のね、造形とかね、クオリティがね、すごくいいですね。アーマードダークネスのこの鎧のね、造形。はい、そしてね、このね、カイザーダークネスは、今回のウルトラゼロファイトで、あのお方とね、言っていたんですけれども、そのあのお方はね、つぶらやは、ひた隠しにしていったんですよ。もう自動詞とか、もうそういうのにも一切情報解禁しなくて、もうネタバレとかも一切なくて、本当にあのお方が誰なんだっていう状況だったんですよ。なんだけど、そのソフビがね、発売するにあたって、アマゾンが、こいつ出しちゃったんですよ。つぶらやが必死にひた隠しにしていたのに、アマゾンが出しちゃったんです、この画像。でね、あのお方の正体が、そのアマゾンによってバレてしまったっていうね。で、うわぁ、もうみんな、あーってなっちゃったんですよね。ただですね、つぶらやプロはね、もう一つ隠し玉があったの。誰も知らなかった。本当にアマゾンも公開してなくて、テレビの本放送で初めて姿を現したのが、ゼロダークです。でございます。はい、こちらはですね、アマゾンに公開されることもなく、リアルタイムで初めて、ネタバレとか一切なしに初めてテレビで姿を現した姿です。あの時はびっくりしたね。もうツイッターとかもうすごい盛り上がったし、つぶらやの隠し玉はもう一個あったのか。ウルトラヒロシです。EX、ゼロダークです。箱のデザインもね、いつもとね、少し違うんですよね。はい、こんな感じで、ウルティメイトブレスレット、デスシューブショット、ダークゼロツインシュート、ダークネス5とね、ゼロダークネスが更新するシーンがね、載っております。地獄のジャタールがすでに死んでしまっているので、タイランとかね、タイランとかダークネス5みたいになっちゃってますね。ってことで、開けていきましょう。ということで、開封いたしました。体がエリアルの模様で、顔がゼロというね、このデザインですよ。このね、赤とね、黒のね、模様がね、赤は結構テカテカしてるんですけど、黒はね、テカリのない、マットな質感で、すごくかっこいいです。そしてね、目はグラデーションになっていて、結構凝ってるんですよ。はい、こんな感じで。顔の出来もすごくいいですよね。
で、紫色のカラータイバー。これですよ、かっこいい。そう、ここだけ見たら感じで、あれ、ベリーヤードかな、ベリーヤードなのかな、ベリーヤードなのかな。ゼロ体、ブルリン、ブルリンと。はい、ウルティメイトブレスレットも、ダークな色合いになってます。まあね、こう、後ろ行っちゃうと、残念ながらね、塗装がね、されてないんですよ。当時の僕はね、と思っちゃった。嘘、確かこのソフビが、800シリーズ最後のソフビだったと記憶してます。もうこの後はウルトラマン銀河なので、これ以降はこのサイズのソフビ発売されずに、500シリーズにね、移行したと記憶しております。そして、ウルトラゼロファイトといえば、もう一つのフォームがあります。それが、シャイニングウルトラマンゼロでございます。ウルトラマンゼロがさらにね、チート能力を獲得してしまう。ゼロファイトの時は好き勝手になれないみたいな感じだったんですけど、ウルトラマン銀河 S 決戦ウルトラ獣勇士とか、この間のウルトラファイトオーブの時とかは、普通にシャイニングウルトラマンゼロになってたんで、もしかしたら普通になれるようになったんですかね。精神の時の部屋みたいな、そういう空間もね、作り出してましたし。はい、裏面がこのような感じで、裏面の画像がかなり特殊ですね。はい、このような感じで、ゴールドに輝いております。そしてシャイニングウルトラマンゼロ、身長49メートル、体重3万5000トン。シャイニングエナジーコア、ウルティメイトブレスレットとともに一体化してる。そうなんですね。ウルティメイトブレスレットと一体化しちゃったんですね。シャイニングエブリム戦士、これもすごい必殺技だったな。シャイニングスタートバイ。ということで、開けていきましょう。はい、ということで本体がこちらになります。ゴールド塗装、シルバー塗装がとてもかっこいいですね。はい、胸のカラータイマーはこう、ちょっと、ダイヤかっていうぐらいのね、素敵な水色の宝石がくっついております。そして、お顔がこんな感じで、青い目なんですね。青目のウルトラマンっていうのは、まあね、パワーとかやっぱり思い出しますけれども、青目のウルトラマン。ね、これから青目のね、ウルトラマンっていうのが増えていくかもしれないね。ジードとかも青目だしね。前面はかなりね、すごく塗装が細かくされております。で、はい、横側行きますと、こんな感じのね、青い、宝石のようなものがついていて、で、後ろ側行くとですね、ゼロダークネスと同様に一部塗装がね、省略されております。はい、横。そしてね、7月8日から発売される G ドライザーを買うとですね、このシャイニングウルトラマンゼロのカプセルがもらえるということでね、ウルトラマン G ドのスペシャル PV を見たんですけれども、その時にもね、シャイニングウルトラマンゼロのカプセルっていうのが多分劇中に登場するみたいなので、しかもフュージョンファイトで使うと特別なウルトラマン G ドに変身できるということで、欲しい、絶対欲しい、絶対欲しい。はい、ということで今回はウルトラ怪獣シリーズ EX カイザーダークネス、悟空怪獣タイラント、そしてウルトラヒーローシリーズ EX ゼロダークネス、そしてシャイニングウルトラマンゼロ、こちらをご紹介いたしました。ウルトラゼロファイトでね、ベリアルとゼロの決着がつくかと思いきや、まさかの決着がつかないというラストで終わったんですけれども、いよいよウルトラマンジードで決着がつくのかっていうね、もうそこがね、一つの見どころですね。しかも、ウルトラマンゼロはね、地球に降り立って、なんかサラリーマンで男性と一体化するということなので、そこら辺のね、ドタバタコメディっていうのもあるんじゃないかと思って期待しております。そしてですね、このゼロファイトとは少し話が離れるんですけれども、ウルトラマンフェスティバルのライブステージがですね、YouTube のウルトラチャンネルにて、なんと1週間限定で配信されております。今は2013年の第1部が配信されておりまして、4週にわたってね、ライブステージが配信されるということで、去年のライブステージも配信されるってことなので、ぜひ見てください。ぜひ見てください。特にライブステージ、去年のライブステージは本当に面白いですから、もうとにかくね、ライブステージ絶対見てください。ウルフェス行ったことないよ、人なんかをもっと見てほしい。ウルフェスのライブステージってこんなすげえの。ヒーローショーの概念が変わります。ということでね、今回はここまででございました。以上、お出かけ出しでした。バイバイ。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。デラキラスチャンネルは Twitter もやっております。関連動画はこちら。チャンネル登録、コメントもよろしくお願いいたします。ということで、以上デラキラスでした。バイバイ。